どうも、アスカナです。アスカ。はいはい、なんですか。今日さ、1月9日はトンチの日とクイズの日と風の日なんやって。おお、毎日記念日やな。そう、いつもやってるやつ。ちょっとアスカ、アスカ。何？今日のさ、誕生日だって何やと思う？今日？うん。今日は、あ、ノースポール。あ、そうなん？え？12月24日のクリスマスイブと1月9日の誕生花らしい、うん、すごいな、アスカってほんま物知りやな。ちょっと俺もスノーポールめっちゃ好きで、白くて可愛いしな、あれな。ノースポール。いや、どっちも一緒やん。いや、俺はさ、なんか冬に咲く雪みたいな花やからっていう由来が好きやから、スノーポールってちょっと言いたいねん。いやいや、どっちも言うらしいし。あ、ほんまに？ちょっとアスカ、いつからさ、そんなお花詳しくなったん？え？きっかけとかなかったん？きっかけ。いや、まあ、別にないと思うけど。あれいつやったっけ、あの図書館から植物図鑑借りてきたよな、あの時。覚えてない。覚えてないの？絶対あったって。あ、ほらほら、あのちっちゃい頃さ、ひまわり畑でアマガエルが飛んできただけでも泣いてたのにさ、いつの間にそんなお花とか好きになったんやろなって、俺もずっと気になってたん。いや、こう花がとりわけ好きとかじゃなくて。そうなん？花には、うん、花言葉や誕生花っていうのがあるって知ってから、うん、まあちょっとこう気になって。あー、分かった。俺がスノーポール開けたからちゃう？え、絶対そうやろ。え？え？いや、絶対そうやって。もしかして、ほんまに？ほんまにそうな？え？そうな？めっちゃだる。アシュカもかわいいな、もう拍手だるわ。めちゃめちゃめちゃだる。ぎゅーい、また見てね。ひめぴめ、チャンネル登録よろしくね。てへぺおん。